まさかまたここに戻ってくるとはな。でも一体どうしてホーリーピラーが。さあ、全くわかりません。私はこの通り無事です。聖騎士殿に加え、ジャンやニコライまでもが護衛についてくれています。まずは玉座の間に。あそこへ行けばおそらく全てわかる。同感です。急ぎましょう、みんな。浮遊城がホーリーピラーに入る前に止めるのよ。ああ、マグノリア、ごめんね。なかなか約束が果たせなくて。約束？うん、一緒に魔王を倒す、そう約束しただろ。ああ、兄さんとは和解できた。次は俺がマグノリアに協力する番だったのに、ホーリーピラーが立ち上るだなんて。覚えててくれていたのね。もちろんさ、当然だよ。ユウたちの力になりたい、それが私の望み、と君は言ってくれた。俺も同じ気持ちなんだ。君の力になるのが俺の望みさ。ここまでの旅でマグノリアには力を貸してもらってばかりだった。だから早く俺もマグノリアの力に。ありがとうねえユウ。私、ルクセンダルクに来て最初に出会った人があなたで、本当によかった。うん、俺もマグノリアに会えてよかったよ。
ホーリーピラーを何とかして。ええ、仇の魔王を倒したその後は、やっぱり月に帰っちゃうんだよね。あれ、通信。ああ、こちらブラックベリー、久しぶりだな、マグノリア。せっかく復興しかけた月が喪失する大変な夢を見たが、そちらは異常ないな。早く任務を終え帰ってくるんだぞ。それじゃあな。え、フローウェルのおばば様、どうしてここに。申し訳ございません、気づいたらこうなっていたのでございます。ごめんなさい、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 ごめんなさい。来ましたのね。思ったよりずっと14分ほど早かったですわ。アンネ、お前がこの二人を脅してクリスタルを暴走させたのか。半分はイエス、半分はノーンですわ。クリスタルを暴走させたのはこの小娘ミコの子ということで不安でしたが、全く問題ありませんでしたわ。でも脅してなんていなくてよ、人間なんて。ちょっと親身に話を聞いてあげればたちまち私たち妖精族の思いのままですわ。あなたなら、そしてあなたも十分ご存知ですわね。私の目的はたった一つ、ホーリーピラーを浮遊城で屈折させ、そして月を平行世界の彼方へ消し去ること。さあ光よ、私のブローチに集まりなさい。させぬ。ブローチが。兄さん、よし、これでもう奴は月を消すことはできないはずだ。よくもよくもやってくれたわね。と思ったら死に損ないの皇帝陛下様。あれだけ協力してやったのにこの仕打ちですの。だからでどうでした、200年後の世界は。100年後、道理でおかしいと思ったわ。別にどこでもよかったんだけどね。ただ過去だけはご遠慮願いたかったんですの。存在に関わる系の何かをされると迷惑ですもの。なので時空の羅針盤の設定値をマイナスからプラスにちょいっとやっときましたの。貴様、我らの悲願をここまで侮辱するとは。もしもし、ご主人様。はいはい。なんで知って、あれを使ってよいのですか。どうした、誰と話しているんだご主人様って。知る必要なんてありませんわ。なぜならあなたたちはもう終わりだから。で、は最強魔王ディアマンテ、その力を解き放ちなさい。 What did you just say? 最強魔王ディアマンテですって。
ああ、浮遊城が崩れていく。ようやく分かったわ。魔王がどこにいたのか。こんな姿に変わっていたなんて気づかなかった。この城そのものが月を滅ぼしたあの魔王だったのね。マグノリア、しっかり。ごめんなさい。情けないわね。月でのあの恐ろしい戦いを思い出すと今さらながら震えが止まらないわ。 I felt I was ready。 覚悟は決めていたはずなのに。大丈夫だよマグノリア、君は一人じゃない。俺たちがついている。今度は私たちがマグノリアを助ける番だよ。僕ら4人ならどんな敵にだって立ち向かえるさ。そうだろマグノリア。ありがとうみんな。私あなたたちに出会えてよかった。今こそふるさとの引きの人々の仇を討つわ。私のガンバリベンジやってやる。私はくじけない。私には仲間がいるから。イデアの強さがいつも私を勇気づけてくれた。ティズの優しさがいつも私を癒してくれた。そしてユーの明るさとまっすぐさがいつも私の行く道を照らしてくれた。この仲間たちと一緒なら私は何とだって戦える。行くわよ魔王ディアマンテ。魔王バスターの力を見せてあげるわ。何度でも何度だって倒してやる。
は何度でも復活するのですわ。さあ、僭越ながら私アンネが最強魔王ディアマンテに命じますわ。月に続いてルクセンダルクも滅ぼしておしまいなさい。月同様に地表を三日三晩火の海にし、恐怖を撒き散らして汚れた大地と化すのです。今度こそ一っ子一人生き残らぬよう注意深く根絶やしにしてやるのですわ。まさかこんなことになろうとはな。にそだが、こんな結末もいいだろう。罪を償う時が来たようだ。時空の羅針盤を借りるぞ、ユウ。何をするつもりだ、兄さん。これを使ってこの魔王を道連れに飛ぶんだ。時空の彼方、そう、気の遠くなるような遥か未来にな。そんな、そんなことしたら兄さんは。いいんだ、お前たちはこの世界に必要な人間だ。生きよう、ユウ。仲間たちと共に、そしてその手でルクセンダルクの未来を作り上げてくれ。頼むぞ、ユウ。見届けてやってくれ。これが私の新頑張りベンチだ。さあ、魔王ディアマンテ、星の終焉を見に行こう。ヒルザ、兄さん。さん、お客さん、お客さん、朝だよ。今日はいい天気だ。ほら、起きた起きた。だいぶ疲れてるようだな。だったらもう少し寝とくといい。ここは？あれ？ここは？マグノリア、みんな無事？ええ、まだ体の底かしこが痛むけど。そうだね、とてつもない閃光と音だった。あ、兄さんは？月からだわ。こちらマグノリア。ブラックベリー、聞こえる？やっと繋がった。一体どうした？ルクセンダルクの魔王の反応が、奴の反応が消えたのだが。ええ、あいつを、ディアマンテを倒したわ。ついに、ついにみんなの仇を取ったのよ。そうか、よくやったマグノリア。お前は月のムーンフォルトの誇りだ。これで月の復興も本格的に進められよう。船の修理が完了し次第、ムーンフォルトに戻ってきてくれ。どうしたマグノリア？いえ、何でもないの。分かったわ、なるべく早く月に帰還する。ただもう少し休ませて。ああ、みんなお前の帰りを楽しみにしているからな。マグノリア。みんな、今まで本当にありがとう。みんなのおかげで私は。こちらこそだよ。君のおかげでユウも僕もアニエスもルクセンダルクは救われたんだ。月に帰っちゃうのか、寂しいけど。でもまた会えるよね。ええ。
多分、きっとね。おや、みんな起きたのかい？お、親父さん、親父さんじゃないか。ん？おお、地図くんじゃないか。何年ぶりかね。懐かしいな。無事だったのかい？ずいぶん雰囲気変わっちゃって。親父さん。おお、おお、イデアちゃん。少し見ないうちにずいぶん大人っぽくなった。お知り合いなんですか？うん、ここは僕がアニエスやイデアたちと出会ったカルディスラの城下町って。あれ、この人はカールさんって言って、この宿のご主人、ずいぶんとお世話になったんだって。あれ、うん、おお、そうだ、王様が君たちが目を覚ましたらすぐに王宮に来るようにって。王様？あ、はい、わかりました。王様ともお知り合いなんですか？さすがティーズさん。うん、早速向かいましょう、皆さん。ここがカルディスラ王国の城下町か。綺麗な街並みね。うん、あれ、どうしたんですか、ティズさん。いや、なんだか変なんだ。確かにここは僕が生まれ育った国の城下町、みんなと出会った思い出深い場所のはずなのに。なのに僕は今の今まで、どうしてここをしっかり忘れていたんだろう。ティズも？イデアも？うん、燃やされたあの小屋のことも、親父さんのことも、オーエンさんのことも、たった今思い出したの。そういえば俺もカルディスラのことは本でいくらか知っていたはずなんですが。どういうこと？やはりお前たちもそうだったか。アナゼル、アナゼルもカルディスラに来てたんだ。ああ、あの浮遊城からお前たちを運び出したんだ。そっか、アナゼルがまた助けられちゃったね、ありがとう。何、当然だ。イデアのピンチには世界の果てからでも駆けつけるさ。うん、しかし俺だけではなかったとはな。なぜ今の今までこの国の存在を忘れていたのか。話を聞けば、みんながみんなこの国の記憶をまるで封印でもされていたかのように忘れていた。あのヨーコとかいう小娘、俺はあいつを追う。ヨーコ？あいつは源泉堂で確かにこう言ったんだ。終わりの国カルディスラへ行くがよい。もっともその時はカルディスラという名前にピンとこなかったんだが、あいつはまたどこかで俺たちを観察して楽しんでいるに違いない。お前たちは聖騎士様やアニエス殿の判断を仰ぐんだ。いいな。アナゼル、一人で大丈夫？何、心配ないさ。それじゃあな。うん、気をつけてね。